公益社団法人日本青年会議所はリーダーを志す青年経済人の社会活動を目的とする日本各地の青年会議所を会員として組織した公益社団法人である国際青年会議所加盟世界125カ国に活動拠点がありジュニアチャンバーインターナショナルに加盟しているジャシー本部は米国ミズーリ州セントルイスにあり日本 JC は ジャシーのノムと呼ばれる国家青年会議所である。1950年5月1日、行動考領として、個人の修練、社会への奉仕、世界との友情の三信条が採択された。日本青年会議所の理念は、この三信条を基本姿勢に置く。1960年 JC 考量、1970年 JC 宣言、1980年 JC、 運動指針、1990年新 JC 運動指針、2000年人間力あふれる社会起業家の育成、2010年己を立し、行動する JC が提言、示されている。国内692の地域に各地青年会議所が組織されており、日本青年会議所は全国にあるこれらの各地、青年会議所の総合調整機関として1951年に、 設立された日本青年会議所には各地青年会議所の連携、連絡調整機関として47都道府県ごとにブロック協議会がブロックの連携、連絡調整機関として地方ごとに10の地区協議会が組織されている。日本青年会議所の会員は各地青年会議所であり、その活動は 各地青年会議所から受け入れた出向会員によって行われている。各地青年会議所は規定の会員数を集め、各地青年会議所のうちの一つの会議所がスポンサーになり、日本青年会議所の承認を受ければ新設できる。ただし、各市区町村に一つの会議所のみという規定はない。大阪青年会議所、東京青年会議所、名古屋青年会議所、 西宮青年会議所、函館青年会議所、広島青年会議所、前橋青年会議所各市区町村に1会議所のみという規定は国際青年会議所にはないため、居住地域にある既存の各地青年会議所で希望する活動内容が行われていない場合は、規定の会員数を集め、全国692の青年会議所のうちの1会議所が スポンサーになり日本 JC に申請して承認を受ければ会員会議所として新設できる。満40歳になる年の年度末に満期扱いとなり卒業する。卒業後は出身、ロムのシニアクラブに所属することができ、正会員から特別会員となる。卒業年度に日本 JC 会頭やロム理事長を務めた者が卒業の翌年に1年間前任者として 役職を担当する例外を除き、卒業生は、組織に直接関与することはできない。設立当時の年齢制限は35歳であったが、1952年に変更。日本青年会議所には、各地青年会議所より団体で入会することになっており、個人で日本青年会議所に直接入会することはできない。各地青年会議所に入会し、 出向という形で日本青年会議所の活動に参加している。JC 会員は JG と呼ばれ、全世界の会員総数は約16万名、日本全国の会員総数は約3万名、各地青年会議所から出向して組織される日本青年会議所の委員数は約2000名。年度単位で組織役職を原則一新する単年度制を採用している。 日本全国の正界員の構成割合は、製造、卸売、小売業31%、建設設備業24%、サービス業17%、不動産業4%、飲食関係3%、ホテル、IT 関係、弁護士、司法書士等が、各2%、医療関係、農林水産業、宗教関係が、各1%、 その他12%となっており、第1次産業から第3次産業まで多様な業種で構成されている。また、正会員の約9割が代表者、取締役、管理職である。富士スピードウェイ廃止騒動1979年7月、御殿場青年会議所が、周辺道路の渋滞、富士グランチャンピオンレース観戦の暴走族が周辺で、周回や、 暴走行為を繰り返す環境の悪化による青少年への影響、省エネルギー時代にそぐわないことを理由に、富士スピードウェイの廃止、転用を静岡県に陳情した。これや1983年に富士人 c で起きた高橋徹の死亡事故により、サーキットを廃止しゴルフ場などのレッチャーランドへの転用が発表される事態となった。モータースポーツ業界は、 日本モータースポーツ振興会を設置し、廃止に反対の立場を表明したが、1984年、再び廃止転用の動きが表面化し、1985年スピードウェイの親会社である三菱辞書がサーキットの廃止について言及する。レース業界はさらにフィスコ廃止問題連絡協議会を設置し、大三日レース村ガレージや富士 GC 選手会も参加し、 一般レースファンへの PR 活動などを活発に行い、激しく反対運動を展開した。漫画家の資源の周一も、バリバリ伝説のタイトルページで、主人公駒軍が、フィスコなくなったら困るぜ。みんなで反対しよう。と呼びかける形で、反対運動に賛同した。1986年1月、知見者である、富士スピードウェイ協力委員会が反対の意を示し、 連絡協議会主催により、東京でシンポジウムが開催され、神田から丸の内の三菱指所まで東京都内をデモ行進した。同年6月、小山町長に三菱指所から廃止問題についての知見者との調停依頼があり、同年7月30日、廃止問題は白紙とする胸の小山町長の裁定が下され、存続が決定し廃止騒動は収束した。 朝日川除隊政治権1998年2月14日、1998年度日本、JC、地球市民づくり情報循環会議、日本青年会議所建設部会、朝日川青年会議所の幹部ら33人が、北海道朝日川市駅前のホテル地下の居酒屋で、ハレンチなわい行為を目的とした、懇談会を行った。朝日川 JC メンバーと、 日本 JC 会議スタッフが今日はバレンタインデーなので旭川では体盛りを用意しましたと幹部にコンパニオンを全裸にし刺身を盛り付けたパーティーを企画その場にいた日本 JC 議長と副議長4人を含むメンバーらは一瞬おお、oh、と驚きの声を上げついで密にたかるありのように体盛りに群がったやはじめ女の子はサングラスをかけていたが 乗ってくるとそれを外し、足も開いた。中には刺身を、またや乳首にくっつけてから食べる JC メンバーもいたと、週刊誌に書かれた。事件は6月になってコンパニオンしていた少女が、補導され、パーティーを話したことで発覚。実はコンパニオンが未成年と判明したことで10月に、議長らは、朝日川中央警察署で事情聴取を受けた。 16歳の未成年に懇談会のために依頼した4人が逮捕された。そのうちの1人は不動産会社役員の東京 JC 会員は売春防止法違反と北海道青少年保護育成条例違反で逮捕され東京 JC を除名処分となった。1998年11月3日と17日発売の写真週刊誌フラッシュに除体森逮捕犯。 日本青年会議所議長の箸が乳首を、刺身、除体盛りハレンチ写真などの表紙見出しで、現場写真が2号連続で掲載された。日本 JC は、懇親会としては、不適切で、反省すべきものという内容の見解表明をした。横浜セクハラ問題1998年7月25日午後4時頃、日本青年会議所、ファッション部会が、 神奈川県横浜市で開催された日本 JC サマーコンファレンス1998会場で客席100人ほどのステージにビキニ姿のコンパニオン2人が水着ショーの後体にバスタオルを巻きつけてビキニを脱ぎオークションにかけていたとして市民団体などに苦情があった。神奈川人権センターはセクハラ問題として日本 JC に対し事実調査と公表を求める。 申し入れ書を提出し、抗議した。講演した横浜市も事実関係の調査に乗り出し、日本 JC 側は事実を確認し、謝罪した。東京 JC 日本新興銀行事件2003年2月12日、東京青年会議所が第一ホテル東京で開催した例会でパネリスト木村強が20億円集めれば銀行をすぐに作れると発言したことをきっかけに、 東京 JC 入会希望者として出席していた消費者金融の資金元である卸金融を手掛けるノンバンク、オレガノオチアイシンジが20億円用意し、木村にアドバイスを受け、中小振興企業有識格株式会社を設立して銀行設立準備に入った。また、2003年度東京 JC 理事長であった平正明も銀行設立計画に賛同し、さらに、 JC 会員約90人から1億円が集められた。同年8月20日に予備免許申請が金融庁に受理され、同日夕刻、落合、木村、平の3人が日本新興銀行設立記者会見を行った。以降、新聞や雑誌など多くのメディアが東京 JC が新銀行を作ると報道した。2日後の8月22日、平は 公益法人は、営利企業の設立はできない。個人の立場で、記者会見に臨んだと東京 JC メルマガを通じて、見解を明らかにし、一部の報道は、事実に反するとした。その後、設立資金20億円出資者の設立発起人で、社長に就任していた落合は、木村や平を含む役員らに、銀行役員を解任され、木村を告発するに至った。 強制わいせつ事件2003年10月17日午後10時ごろ、釧路青年会議所会員ら5人が JC の月例会後に来店した釧路市末広町3のスナックで共謀の上、女性従業員に服を脱ぐよう強要したが拒否されたため、スーツと下着を強制的に脱がせ全裸の体を触ったほか、カメラ付き携帯電話で撮影するなどわいせつ行為をした。 2004年5月12日までに、釧路警察署は、強制わいせつの疑いで逮捕、翌13日、道東経済、センタービルの記者会見で2004年度、2003年度、2002年度の釧路 JC 理事長3人が、会員の不祥事を謝罪した。ヤオ JC 障害致死事件2006年10月7日午後9時50分頃、ろ、ヤオ青年会議所会員20人が、 日本 JC 全国会員大会で集まった郡山市熱海町万代熱海温泉のホテルで宴会中会員が盛り上げようと思って寝ていた新入会員の頭髪にアルコール度数96%で因果性の強いウォッカをかけライターで火をつけ顔や全身に重度の火傷を合わせ死亡させた障害致死容疑で逮捕されたまた現場にいたヤオ j c 幹事が 同船無理時に、ウォッカビンを近くの川に捨てるよう指示していたことも発覚し、証拠隠滅容疑で逮捕された。大やけどを負った、新入会員は、2006年10月27日に、呼吸不全で死亡した。2007年5月31日、福島地裁郡山支部の判決公判で、裁判長は、あまりに幼稚で不謹慎極まりなく、酌量の余地はないとして被告に、 懲役2年6月の実刑を言い渡した。弁護側は、ライターで大毛を焦がす行為は、前から宴会の座教として行われており、火傷を負わせる意図はなく、過失だったと無罪を主張していた。2006年12月、ヤオ j c 旧法人は、公益社団法人日本青年会議所から除名処分となり、直後に解散した。なお、二千十二年には、新たな、 ヤオ青年会議所が設立され、日本青年会議所にも参加し、2019年には一般社団法人の資格も取得しているが、あくまでも旧法人の除名、解散後に改めて結成された別組織としているため、公式サイトにて本事件への言及は一切されていない。なお、ヤオ JC 会員 OB による、ヤオ青年会議所シニアクラブは、 合同懇親会を行うなど新法人と関係があるが、旧法人時代の OB e との関係は不明である。靖国神社アニメ制作問題2007年5月17日の衆議院教育再生特別委員会で日本共産党衆議院議員、石井育子は当時の内閣総理大臣、安倍晋三に、 日本 JC が制作した誇りから伝えようこの日本の歩みと題された DVD アニメを使った新しい教育事業を文部科学省が採択したことに反感を示し靖国神社の戦争感を子供にすり込むための教育プログラムと指摘し波紋を呼んだ日本共産党は侵略戦争を正当化すると指摘したが日本 JC 側は真意は 共産党の言っていることと全く逆だと反論した。日本共産党機関紙、新聞赤旗は連日、日本の侵略戦争と植民地支配を正当化する、などのように報じた。右翼、問題2018年の年初から、日本青年会議所国家戦略グループの内部組織である憲法改正推進委員会が、右翼と称するキャラクターを用いた、ツイッターアカウントを、 同会議所が運営することを明らかにしないまま、対左翼を意識し、炎上による拡散も狙う、というコンセプトのもとで運用。NHK や朝日新聞などの報道機関、国会議員や中国、韓国への誹謗中傷が多数投稿された。このことがネットで明らかになると、日本青年会議所は2月27日にツイッターアカウントを削除し、 翌2月28日に公式ウェブサイトにお詫びを掲載。右翼軍が日本青年会議所が企画したものであることを認めると、共に憲法改正論議活性化の目的に反し、誹謗中傷や品性を書いた内容ばかり投稿されていたとして謝罪した。これに対して全国首都の報道では他者を中傷する投稿の内容や投稿が 日本青年会議所によるものであることを隠していたこと、コンプライアンスが機能していなかったことに対して批判が相次いだ。また、ネットメディア等では、フォロワー数が65人に過ぎなかったこと等を挙げて、ソーシャルマーケティングの稚拙さや、ネットリテラシーの低さが指摘された。受動喫煙解雇撤回問題女性職員が、職場の受動喫煙により喘息が再発し、 改善を求めても拒否されたため、2016年9月より体調不良で休職。女性職員は職場復帰の条件として受動喫煙対策が必要という医師の診断書を提出したにもかかわらず、2017年4月に休職中に出勤命令に応じなかったという理由で解雇されたため、2018年5月に東京地方裁判所に労働審判を請求。 同年7月、JC は対応の不手際を認め、解雇を撤回し、440万円の解決金を支払うことで調停が成立した、ツイッター提携問題2月10日、日本青年会議所のメディアリテラシー確立委員会のアカウントが特定の思想に偏ったリツイートを繰り返し、リテラシーの理解やモラルを高めるのに役立つ情報、という趣旨と異なるとして批判が殺到した。 日本青年会議所への批判だけでなく、パートナーシップ協定を結んでいるツイッタージャパンに対しても疑念の声が上がった。ありがとうございます。